はいじゃよろしくお願いします。えー、今回は数三の区分求積法丸一をお送りします。で久々にねポイントがあります。でポイント含めて全部で3問ありますのでまず1回ね動画止めていただいてぜひチャレンジしてみてください。 でやってもらった後に区分求積をまあこの問題がね不安な方もそうですがいや区分求積法って何だっていう今回ね説明します結構がっつり説明を入れるので、まあ、その辺も気になる方は今からね問題解くのも一緒にやっていきますので是非聞いてみてくださいいいかなでは早速ねまずポイントの方からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますよしじゃあいきましょう え今回、ポイントの穴埋め、そして問題を解くだけだったら1分で終わります。<laughs> はい。あの、皆さんも多分速攻でできた方は終わったと思います。で、今回はこの右の部分を使って、区分求積について、まあ、ちょっとね、説明をしていくわけなんですが、まず、ここね、まあ、みんなの教科書とかワークにも載ってるやつです。もしかしたらここ載ってないのもちょっと見,見かけたけど、これは絶対載ってる。まあ、こっちの方が大事なんでね。え、リミット、そしてシグマ、もうね、数学嫌いな方にしたら、やめてくれっていうね、気持ちになるとこですけど、 リミット n を無限大に飛ばしたときに n 分の1シグマ k が1から n の fn 分の k でこっちはそのシグマの部分が k が0スタートですだから1スタートだったのが1個前の0スタートになってるんでゴールの n ゴールだったのが1個前の n-1 ゴールになってますあ、個数は変わってないんだけどねねでこれどちらにしても何になるかっていうとシグマ じゃないインテグラル0から1の fxdx とめちゃくちゃシンプルなものになりますいいかな、まあ、まず覚えるのは覚えてくださいで説明はまず2番解いて説明して3番やってっていう流れでいきます2番ですねでじゃあこの公式をどう使うかっていう使い方としてはもうリミットがあるね n 分の1があるこれは大事 n 分の1はちゃんと固定で置いて n 分の1がある状態で、後ろ。ま、あこれはね、今、シグマじゃなくて、こういう書き方をしてますけど、これって、何かっていうと、シグマ。k が1から n まで。で、どこが変わってるかって、n 分の1、n 分の2ってなってるから、つまり、1、2、3、4、5ってなってるところが k なんですよね。だから、k が、1、2、3、4、5、6、n までになってる。つまり、n 分の k なんですよ、今。 ここが n 分の k の2乗になってる。でしょ ?1 を入れたら n 分の1の2乗。2を入れれば n 分の2の2乗だから。だからシグマはこうなってます。で、n 分の k の部分を x に変えてくださいっていう使い方としてはね。だから、どう使うかってこうなってて区分求積使えるなと思ったら、インテグラル0から1の n 分の k のところを x に変えます。だから、 x の二乗だよね。二乗 d. X. でこれだけっていう。で、まあ、こんな積分なんざね。もう私をなめないでくださいっていう感じでしょここまで勉強してれば。三分の一 x 三乗になってゼロ一です。で、一入れたら三分の一、ゼロ、入れたらゼロなんで。結局、これは三分の一で。終わりと。ちょっと説明上、ちょっと左に詰めましたけど。これだけです。 だから、まあ、定期テストとかね、もちろんこれ、え次の丸二の動画でもうちょっと難しい問題は扱うんですけど、もうこのレベルであれば、ああ、区分球積にはいはいはい、はい、って解いちゃえばすぐ終わる。いいかな。ただ、え個人的にやっぱ区分球積に関しては、何やってんだっていうのをちょっと覚えてほしい。で、もちろん、がっつり詳しくはいかないです。かなりざっくり説明になるんですけど、よかったらちょっとお付き合いください。で、今ですね、ちょっとこれ使います。x2 乗やりました。で、ちょっと第一証言だけ。 やってていいいきますけど書いていくこれ y=xy って書いてたんまあ、いいっか fx=x2 乗ねこのグラフですでこれをつまり0から1までの考えてるわけですよ0から1で積分っていうのは、まあ、面積を考えているのでここね0から、まあ、ここまでしようか1までのここの面積を考えてるわけなんですけど今区分球積って名前でわかるように 区間を分けて面積を求める方法なんですよ。その区間01を分けて面積を求めていきます。で、どうやるかっていうと、めちゃくちゃ長方形作ります。いい長方形を作っていく。でど、どう作るかっていうと、赤に変えるか。今、01区間がありますよね。これを N 等分します。つまり N で分けていくんです。N、あと N 個にね。N 個に分けていって、ちょっと大きく書きましょうか。 まあこうやって分けるでここの右の座標をそのこの関数の上にくっつける感じで n で分けるから幅は一緒ね当然ちょっと細かいんであれですけどこんな感じです n 個に分けるんですでその時にちょっと1個取り出しましょうかじゃここ取り出しますねちょっとこんな感じで。 N 番とと K 番目を取り出すししましょう今これ1を n で分けたんですけど全部 n で分けたのでこの長さは n 分の1です。n 分の 1n 分の1とか当然ここの下の長さここも n 分の1になってます長さとしてはね。で座標を考えていくと右のね n で分けてるから右側が n 分の 1n 分の 2n 分の3となってきます座標としては x 座標だよ。 n 分の3でこいつ一応まあ K 番目で考えているのでこれ K 番目の長方形ね K 番目だからここの右の座標ここは N 分の K の0になります X 座標が N 分の K ですついてきてる大丈夫 n, 分 ?N で分けていったんで N 分の 1N 分の座標はね N 分の 1N 分の 2N 分の3となって N 分の K 番目です今で X 座標が N 分の k でしょってことはここの座標今でいうとここね関数の上に乗ってるので x 座標に n 分の k を右入るよねあ全然入るね代入すると今 y x 二乗を考えているので y 座標はこれ0じゃねえごめん <laughs> y 座標は n 分の k の二乗になります。x 座標が n 分の k だから y 座標は代入して n 分の k の二乗になる。 で、さっきも言ったように、今、面積を考えてるんですよ。もともと、その、インテグラル、ゴールから考えると、インテグラル0から1の x2 乗っていうのは、この x2 乗の関数の0、1区間のここの部分の面積を考えてるわけ。それとこっちを一致させたい。いいかな。で、今、n 番目のこの面積、ここです。これただの長方形なんで、縦かける横ですよね。縦かける横。縦は y 座標なんで、こいつです。で、横は n 分の1です。つまり、 n n 分分のののかける n 分の k の2乗でそれを今シグマで k が1から n までつまり1番目の長方形から n 番目最後までの長方形全部足さなきゃいけないわけよ。だって分割してここだけ取り上げてもここだけさ。 考えたとしても当然この元々のこのまあ、三角じゃないけどこのカーブを含めた三角の面積と一致はしないですよねでも全部の面積をここも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 って全部やってったらちょっと近づきそうでしょだからシグマこれにシグマ k が1から n までつまり全部の面積を足しましょうってやった状態がこの状態ね で、まあ、n 分の1ちょっと前出しましょうと出したら今ここまできました形としては、まあ、今 n 分の k 使ってるけどね n 分の k なってますけどこうなってるいいでそこにリミットをかけるわけです n を無限大ってこれ何してるかっていうとちょっと入らなくなっちゃったけどねここにリミット n を無限大かけたのは n をとにかく大きくするわけよ無限大何してるかって 分け方をめちゃくちゃ細かくしていくってこと。N 個に分けるっていうのが例えば3個に分けたら3個になっちゃうけどそれをめちゃくちゃ大きく1万個に分けるって言ったらすんげえ細い長方形がいっぱいできていくわけよ。そういうことをやってます。リミット N 無限大えなんでそんなことするのって話なのよ。なんでそんなことするかっていうと今この図で見ても分かるようにこれさ長方形足していくじゃないですかこうやって。足してったにに確かに この最初の関数のこの部分の面積には近づいてる気はするけどいや言うてもそこの辺はみ出してますけどって話なわけよ。事実はみ出してるからそれは一致しないでしょでも例えばこうねちょっと拡大するけど関数があった時におっきい長方形にしちゃうと例えばこう使うか大きい長方形をすればこうやってはみ出します。 でもそれをめちゃくちゃちっちゃいほすほすほほほほ紙紙。長方形にすればさ、だん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 そのはみ出す部分がなくなるの分かりますそれを無限大に持っていってもめちゃくちゃもう線かよってぐらい細かくしていけばこれと一致するよねって面積と。だからこの状態。 その長方形の面積を足してったシグマ状態にリミット n を無限大持ってって細かく分けることでのののその関数の面積になりますよねってで結果的に今 n 分の k 二乗になりましたけどこの部分を X って置いたものと一致したでしょ x 二乗は。だから n 分の k これで言うね n 分の k の部分を X に置き換えたもので副分求積になりますよっていうのがざっくり説明でございます。 あの本当はもっとちゃんとした説明があるんですけど <laughs> それは気になる方は他の他で調べてみてくださいちょっと時間かかるんでねこの辺にしときますがなのでまあ、区分求積っていうのは、えー、その面積01区間に関する、えー、とその関数で長方形をめっちゃ作ってんだってでその長方形を作った上でまあ、長方形の面積がこうなるからね n 分の1かける。今だったら n 分の k になるんだけどこれをリミットをかけることで長方形めっちゃ細かく分けて そのはみ出してる部分をねどんどんなくしていって正確な部分に近づけてんだなっていうのを、まあ、よかったら覚えておいてください。<laughs> という話でございました戻ります3番ね。でここからまあこれを関係なしに普通に公式使って解いていきますけど、まあ、2番と同じようにリミット n 分の1まずこれがないと発動しません区分球積は。まあこれ今置いてあるからね。 いや後ろは、えっ、ー、と、今、シグマ。これ足してるからさ。こう、二乗を足していくわけなので、結局、楽するやり方としてはさっきと一緒です。どこが K なのかなって考えるの。で、今これ、1は固定されてるね。N 分のも固定なんで変わりません。ただ、ここは変わっている。1、2、3、4、5、6、7、N ってなってるわけよ。だから、ここが N なんだよ。変数で変わっていくから。つまり、最終的に入れたいのは、1プラス N 分の K の二乗です。これを使うんだなって。 であとは、インテグラル0から1、これを丸々使うからね、1プラス n 分の k の部分、この部分が x に変わります。n 分の k が x に変わる。だから1、1プラス x の2乗を dx と、これで終わりです。まあ展開してやってもいいんですが、これまとめていけるね。2乗だから3分の1を出します。で、1プラス x。 の2乗でもこれ中がね 3x とかになってないから余計なもんつけなくて構わないので3乗でした失礼、えー、0から1とやりましょう下はい出たはいで1入れるとえっ、ー、と3分の8か3分の8マイナス0を入れると3分の1なので答えとしては3分の7これ終了となります いいかなまあちょっとね説明がほとんどメインになってたのでまあその部分はねはしってもらってももちろん構わないんですが、まあ、個人的には区分求積ってこういうことやってんだなっていうざっくりイメージで構わないので持っといてもらえるといいのかなと思ってますので、まあ、よかったらねこっちの説明の部分もちょっと復習で見てもらえたら嬉しいです。では今回はね「数三の区分求積法1」をやらせていただきました。